キストン堀口10月7日から1950年10月24日は日本のプロボクサー。本名、堀口つね栃木県毛岡市出身。昭和初期における日本ボクシング界の象徴的存在で拳生と呼ばれた。元日本フェザー級、東洋フェザー級及び日本ミドル級チャンピオン。時計から順に元春。 ヒロシ、京日サシという堀口4兄弟の長兄。孫は元ボクサーの堀口正明で日本ライト級2位に格付けされていた。現在はピストン堀口道場の指導者を務める。ピストン堀口の故障は正式なリングネームではなく、あくまで本名の堀口恒夫が正式なリングネームなのだが、いつの頃からかピストン堀口恒夫との異名が、 新聞記事などで使われるようになり、一般にピストン、堀り口の故障が定着してしまった。警察署長の子として、栃木県猛歌市で生まれる、旧制猛歌中学時代は、柔道部の首相を務め、県下で有名な競豪選手であった。猛歌中学の先輩で、日本ボクシングの父と称される、渡辺雄二郎が、弟子たちを率いて、 大岡市でボクシングの模範試合を行った際、堀口は腕試しのつもりで飛び入り参加し、プロボクサー相手に3ラウンドを戦い、渡辺に度胸と才能を評価されて1932年に上京し、早稲田大学に通う傍ら、日本剣道クラブへ入門した。自己流でトレーニングをして、上京からわずか半月後に初試合を行い子が地を収める。 翌1933年にプロデビュー。その後、かつての名選手岡本富士の指導を受け、デビューから5引き分けを挟んで47連勝という驚異的な記録を残す。その間、元世界王者のエミール・プラドネルと8回戦で引き分けたり、B ィーグスマンを破り東洋フェザー級チャンピオンまで上り詰めるなど、世界クラスの実力を持っていたが、太平洋戦争の影響もあり、 世界王座に挑戦する機会には恵まれなかった。特に、1941年5月28日に、両国国技館で行われた笹崎戦は、日本ボクシング史上、世紀の一戦と呼ばれるほど有名で、この試合に勝利して、以降は、県勢、宮本武蔵になぞらえて、拳制と称されるようになった。対戦相手をロープに追い詰めての休まぬ、左右のを得意とし、 ピストン戦法と呼ばれた。その無類のスタミナは、10分間連打でミット位置を続けてなお息切れ一つしなかったという。堀口の連打が始まると、ワッショイ、ワッショイの大合唱が起こるほどの人気であった。ただし、1936年にハワイ巡業を行った際、日本では熱狂的に受け入れられたステミーのピストン戦法は、先進国であった当地の新聞に、 ボクシングと呼べるものではないと国評されている。この頃、すでにアメリカのボクシング界では、フットワークやディフェンスの技術が重要視され、攻防一体のスタイルが主流となっており、ディフェンスを軽視した堀口のファイトスタイルは時代遅れのものであった。この時の体験が契機となり、剣道や空手など武道を通じて、精神修養に励み、プロボクサーとしてではなく検討家として、 精神力と肉体の連磨に一層努めるようになった。最終戦十176,138勝24敗14分。戦後は、ボクシングの他探偵業もしていたが、現役引退から半年後の1950年10月24日午前0時過ぎ、東海道線の線路上を、平塚方面から、茅ヶ崎方面へ歩いているところを列車に跳ねられて、歴史。 泥酔して自宅に近い下車駅を寝過ごしてしまい、線路沿いを歩いて帰る途中だったと言われている。1937年に、ピストン堀口が、茅ヶ崎市幸町に練習場として開いていたジムを、長男、正信が引き継いで、ピストン堀口道場として、同志茅ヶ崎一丁目に開設し、現在は孫にあたる正明は、会長の座を受け継いでいる。 三代続けての壮大ボクシング部である。道場には、ピストン、堀口の書、剣道こそ我が命の額が掲げられ、好んだ緑色がジムのマット色になっている。墓は、茅ヶ崎市内の海前寺にあり、墓碑鳴に、剣道こそ我が命と刻まれている。堀口四兄弟、ありがとうございます。